ワロップス飛行施設より発射されるブラックブラント12ブラックブラントはカナダで設計、生産されている観測ロケット。マニトバ州ウィニペグでブリストルエアロスペースが製造した。初生産の1961年以来800機を超えるブラックブラントとその改良型が打ち上げられており、これまでに生産された中でも最も一般的な観測ロケットの一つになっており、 ペイロードもあることから現在でもカナダ宇宙庁や NASA に使われている。なお、英名のブラック・ブランチは黒岸を意味している。ブラック・ブラントは1950年代にカードで研究されていた弾道弾迎撃ミサイルシステムと長距離通信の1部分の上層第気期特質研究の結果をもとに生まれた。1957年にカードは 高出力固体燃料の研究の一環として、推進テスト機と呼ばれる簡易なロケットの胴体の生産のためにブリストルエアロスペースと契約した。推進テスト機は、アルベールフェールによる研究によって、エンジン燃焼時間、推進剤の創薬、弾道弾迎撃システム開発のテスト機として、役割が保てる発射角度の変化など様々なことが扱えるように設計され、 非常に重量のあるものとなった。最初の試験飛行は2年後の1959年9月にフォートチャーチル社場で行われた。カードの注目点は後に長距離通信へと変わり、観測ロケットに利用できる推進テスト機に注目が当たった。この用途により合致するように、ブリストル社は設計をより軽く修正し、観測ロケット用の運用に仕立てた。 オリジナルとなった 150km の高さに 68kg のペイロードを運べるブラックブラント I 型と1960年10月に初飛行したより大型のブラックブラント I 型小型でより高い高度に到達する3型の3形式が製作されカードは数年にわたってこれらのブラックブラントを多数打ち上げた1963年7月 4型の生産のために3型のブースターステージとなる全長長い V 型が初飛行を行った。4型の初打ち上げは1964年に行われたが失敗に終わり、その次も失敗に終わった。これらの失敗は非難されたが、これらの打ち上げ以外にブラックブラントは失敗がなく信頼性の高いロケットとなっている。これ以降改良が続けられ、 現在では、クシー・トゥエルブが最新型となっており、新型では、タロスやペリアなどのミサイルを下段として、さらにその上に V 型が置かれるようになっている。98%の高い成功率や、用途の多様性から現在でも多用されており、最も打ち上げられている観測ロケットの地位を維持している。新型のトゥエルブは、研究高度よりも高いキロメートルにまで、 到達でき、これは電離層より高く、スペースシャトルや国際宇宙ステーションの高度も超える。ペイロードもある程度は確保されているため、衛星軌道への投入もできる。ブラックブラント9-1スケールのモックアップがカナダ宇宙庁の本部に置かれている。推進材は、ブラックブラント計画の中でカードによって開発され、最高レベルの固体燃料となっている。ブリストルは、 この推進剤を CRV-770mm ロケット弾に利用しており、このロケットはワルシャワ条約機構諸国の標準的な航空格納庫を貫通する能力がある。CRV-7 は西側諸国の軍備の事実上の標準的なロケットになるように設計された。2009年9月19日、アメリカ合衆国北東部で、 夜空に不審な光を見たという報告が多数行われた。これに対し NASA は雲の研究のために打ち上げたブラックブラントアックスの4段目が 278km ほどの高度で廃棄した微粒子によって作り出された人工の夜行雲であるとしている。ありがとうございます。